山本定次郎昭和12年12月14日は日本の政治家、実業家、農林大臣、外務大臣の有田八郎は弟、号は日報、新潟県佐渡郡に官方医、山本カツの次男として生まれる。明治15年に上京し、一時期に小学者に在籍した後、ドイツ学協会学校に転校し、ドイツ語を学ぶ。 明治19年に同校を卒業後、区内省給費生として、ドイツに留学し、経済学、農芸科学を学ぶ。明治27年帰国後は、区内省五両局食卓第二高等学校教授、日本官業銀行官邸課長を経て、明治33年台湾政党を設立に参画し、常務取締役支配人となる。大正10年社長に就任。 明治37年、第9回衆議院議員総選挙に、立憲政友会から旧新潟一区にて立候補し、当選する。以後当選11回。政友会内で重鎮として、重きをなし、10名程度の派閥を率いていた。昭和2年に田中義一内閣で、また、昭和6年に犬会内閣で、それぞれ農林大臣として入閣する。二度目の入閣の時に、 農商秘書官を務めたのが、政界デビュー直前の河野一郎である。国粹主義的な政治思想の持ち主で、晩年には国体名調運動を熱心に推進していた。また、大東文化協会副会頭、第5代会頭も務めた。昭和12年12月14日、大東文化協会玄関で倒れ、脳一血のため死去、六67歳。昭和の初期、 佐渡の旧家にあった大島本、源氏物語の売却に際し、前田米蔵、三藤聖二郎と共に、田中富なる女性に紹介状を書き、売却を支援したことが知られる。ありがとうございます。